チャオ、こんにちは。ローマルココです。皆さん、餃子はお好きですか？私たち夫婦は餃子が大好きなんですけれども、定期的に作って食べています。で、主人を含むイタリア人にも餃子は大人気で、私のお友達なんかはパーティーに餃子持ってきてなんて言うほど餃子のファンです。で、イタリア語で餃子のことを何て呼ぶか知ってますか？英語ではダンプリングスって言いますけど、イタリア語ではラビオリって呼ぶんです。確かにこちらのラビオリに似てますよね。皮で中身を包むところは一緒なので、イタリア人は餃子のことをラビオリと呼んでます。で、主人は、ベジタリアンなんですけれども、うちで、作る餃子として、お肉が入っている餃子と野菜、お豆腐で作るベジタリアン餃子というものを私は作ります。で、ベジタリアン用の餃子の場合、以前はお豆腐とキャベツを入れていたんですけれども、この頃お豆腐がね、買いに行けない時に餃子が作れないのはちょっと不便だなって思って、お豆腐なしでお野菜だけで何か作れないかなと思って、いろいろ試してみて、結構美味しいものが出来上がったので、今回は皆さんにそのレシピをご紹介いたします。まずは材料をご紹介します。こちらではね、餃子の皮が手に入るので市販の餃子の皮を使います。でね、これね、結構大判だから中身をたくさん入れなきゃいけないんで、キャベツは丸々1個、そしてこのポロネギ、よくヨーロッパでは見かけるこの手のネギ、これを丸々1本、そしてベジタブルブイヨンを使うんですが、もし野菜餃子が食べたいっていうんであって、別にベジタリアンじゃなくても OK っていうんであれば、ベジタブルブイヨンの代わりにチキンブイヨンとかを入れても大丈夫だと思います。そして、お酒または白ワイン、海外に住んでいる人でお酒が手に入らないっていうことであれば、ワインでも白ワインでも OK です。これは大さじ2、そしてごま油大さじ3、そして塩コショウが入り、お醤油、こちらお醤油ですが、ちょっと油が浮いているのはごま油を入れた時に使った、大さじを使ったからちょっと油浮いてますが大丈夫です小さじ2で、またここでも、もしベジタリアンの餃子でなくても OK、 野菜餃子であれば OK っていう人であれば、オイスターソースを入れても OK です。同じく小さじ2で、はい、お醤油を入れたらお醤油だけ小さじ2、オイスターソースであればオイスターソースを小さじ2だけ、はい、で、ニンニク、生姜をすったもの、両方とも小さじ1です。はい、これで作っていきます。あ、そうそう、干し椎茸も、干し椎茸がうちにあったからこれを入れますが、日本であれば生椎茸でも OK ですし、海外で椎茸が手に入らないっていう人は普通の、西洋のマッシュルームなんかでも OK です。まずは干し椎茸をぬるま湯で戻します。今回のこの餃子はキャベツを茹でて甘くするの、そしてポロネギも炒めて甘くします。それに先ほどの調味料で合わせることによって、すごくね、お味が引き立つの。だからまずはキャベツを茹でるんですが、このちょっと芯なんかを取って、ちょっと小さくしたものを茹でていきます。沸騰してきたのでキャベツを入れていきます。はい、全部入りました。これで煮てくんだけど、柔らかくなってキャベツが甘くなってきた頃に取り上げます。それではポロネギを切っていくんですが、こう最初にこう線入れて、それから切っていく方がみじん切りしやすいと思うので、はい、切ります。最初間違えて輪で切っちゃった、まあそれはいいとして、はい、この辺をこう切っていきます。
はい、白いところの部分だけ切ります。上もいいんだけど、上はちょっと硬いから、うん、この辺でおしまい。芯に近いあたりも柔らかくなってきたからもういいんじゃないかと思います。じゃ火を止めます。ポロネギを炒めていきます。これもね、甘くなるまで炒めます。これくらいでいいんじゃないかなと思うんで火を止めます。戻した干し椎茸を小さく切っていきます。小さく切れました。茹で上がって水気を切ったものをみじん切りに切っていきます。こちらがキャベツを茹でてみじん切りにしたものと、ポロネギをみじん切りにして炒めたもの、そして干し椎茸を戻してみじん切りにしたものです。で、これに調味料を入れて混ぜていきます。ベジタリアンじゃなくても結構ね、健康志向でお肉を入れないで野菜餃子の方がいいっていうお友達も結構多いんで、この頃野菜餃子をね頻繁に作ってるんですが、以前はねお豆腐を使ったベジタリアン餃子っていうものを作ってました。みじん切りにしたキャベツを、お塩を振ってね水気を切って、それに木綿豆腐を水気を切って混ぜたもの、それに調味料を入れて餃子を作ってたんだけど、それでお豆腐がなくてもこの餃子であれば簡単に作れるので、この頃結構これもよく作ってます。はい、でね、美味しいんですよこれ、うん、で、これくらい固まってきた、混ざってきたんで、ここでやめます。で、これを、冷蔵庫でねちょっと寝かした方が、巻くときに、包むときに結構ね、これがしっかりしてて、うん、包みやすいのと、あとね、味も結構安定してきますので、冷蔵庫でちょっと休めます。冷蔵庫で数時間休めたものを皮で包んでいきます。この餃子の皮なんだけど、ローマでは中国食材店とか日本の食材店で購入することができます。だからわざわざ皮から作る必要はないんですけど、でもね、ロックダウンの時にこういったお店に行けなくて、どうしても餃子が食べたいっていう時に皮から作ってみたんですよ。そうしたら美味しいこと、もうね、市販のものと比べ物にならないなって思いました。だけど、やっぱり時間がないと自然とね、買ってしまうんですね。怠け者。うん、で、お豆腐もね、そういう食材店、アジアンショップとか、あと日本のお店で買えるんですけど、でもね、やっぱりうちのすぐ近所ではないんで、すぐお豆腐が欲しいなんていう時に手に入らないことが多いから、うん、今まではお豆腐と餃子、キャベツの餃子をよく作ってたんだけど、そういうお豆腐がなくてもなんかできないかなと思って野菜だけの餃子を編み出しました。っていうか、まあきっと他の人も作ってると思うけど、うん、そういうのだったらもうちょっと気軽にできるかなと思って。はい、今回このレシピを作り出したんですけど、うん、イタリア人もね、やっぱりベジタリアンの人じゃなくても何かやっぱりヘルシーに食べたいって思うみたいで、お肉なしの、野菜餃子がいいっていうお友達も結構います、うん、少しずつこうお肉を減らしていこうっていうお友達なんかが結構います。餃子を食べるときに日本人はご飯を一緒に食べますよね。だけど多分中国人ってご飯は一緒に食べないんじゃないかな。で、イタリア人にこう
餃子と一緒にご飯食べるって言ったら、どうして炭水化物をダブルで食べなきゃいけないんだって言うんですね。この皮も炭水化物じゃない？で、まあラビオリっていうくらいだから、あの人たちはこのラビオリとリゾットを食べるような感覚なんじゃないかなと思います。で、日本人がご飯と一緒に食べるっていうの？うん。だから、なんか主人は餃子だけがいいって言って、餃子だけ食べて、白いご飯は食べません。昔は私が出してたから食べてたけど、でもなんかどうしてわざわざここにも炭水化物があるの？みたいな感じで言うんで、まあ、じゃあいいよって言ってご飯を出さなくなったんですけど、で、私もたまにそんなにお腹空いてない時は餃子だけでご飯は食べなかったりするんだけど、うん。でもやっぱり餃子とご飯って合いますよね。そういうふうに思うのは日本人だけ、うん、この餃子の皮なんですけど、こちらのお店ではどこもね、冷凍したものを売ってるんですね。だから持って帰ってきて冷凍庫に入れて保管して、作りたい時に解凍して、うん、作ってます。で、まあね、そんなにお店頻繁には行けないから 2,3 袋まとめて買ってきて、うん、で冷凍しておけば便利ですね。日本で冷凍のなんて売ってるんですか？売ってないよね。売ってんのかな、ね、あと 7,8 個できるくらいの中身は残ったんですが、全部でね37個かな、できました。で、普段はね、うちこれを冷凍しておきます。で、食べたい時に解凍して焼いてます。冷凍しておいた餃子をそのまま解凍せずに焼きます。今日はね、お一人様餃子だから8個だけ。で、最初はちょっと焼き目をつけて、で、水を入れて蒸し焼きにします。いい感じで焼けてきました。最後はね、ごま油をかけてちょっと香りを出します。うん、おいしい。熱い。お肉が入ってないベジタリアン餃子だけど、結構ね、これで満足するんです。うん。ご興味がある方は、ぜひ作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。